はい、犬伏選手です。ヤンググランプリ出場おめでとうございます。ありがとうございます。どうですか、最近あのトップスターに上がったような感じするんですけど、自覚的には。いや、まだまだ本当にセスの方には及ばないんで、まあ、もっともっと積み上げてかないといけないなっていう思いです。なんか最近見てると、やはりあのラインのレース、はい、しっかりしていると思うんだけど、まあ、あの一番最初記念初優勝した時って、はい、自分でかましていったわけじゃん、はい、ああいうレースがなんか犬伏らしいと思うんだけど、はい、どうなの、どっちの考えが今は強いの。いや、まあ結構警戒されて、うん、なかなかかませないことも多いんで。ああ、包囲網があって、はい、まあ本当にチャンスが来ればしっかりかまして自分の持ち味出していきたいなっていうのはありますね。今回の並び教えてもらえる？あの、僕が先頭で上の後ろついてもらいます。どんなレースしていきたいですか？まあ本当に自力や強い自力やばっかりで、まあ、どういう風な流れになるかわからないんですけど、まあ、しっかりこう自分の持ち味出したレースできればいいかなと思ってます。はい、それではファンの皆様に一言お願いします。ヤンググランプリ精一杯頑張ります。よろしくお願いします。